こんにちは、アキゲームズです。罠だらけシーソーの砦のクリアの仕方を解説していきたいと思います。よろしくお願いします。スタートの右にいるクリボーを踏み台にし、上の段に上がるとコインを9枚取れます。シーソーを傾けて上の段に上がり、隠しブロックにあるワンアップキノコを取ってから土管に入り、次のエリアに進みます。土管から出たら左へ進み、ちくわブロックに乗り続けて一番下まで降りていきます。この時右側に見えるのがこれから進んでいくコースになります。一番下まで時間がかかるので3倍速にします。中間ポイントまで来たらオンオフスイッチを何回か押して、のこのこをシーソーの上まで誘導します。シーソーの右側に乗り、のこのこの甲羅を右側に蹴ると10コインを取ることができます。上に上がり、シーソーの左端に乗ってジャンプ台を上の段に乗せた後、オンオフスイッチを押して上へ上がっていきます。オンオフスイッチを押してから靴クリボーを倒して靴マリオになり、もう一度オンオフスイッチを押してからシーソーの右端に乗り、ジャンプ台を押し上げて上の段へ上がっていきます。右へ進み、ちくわブロックに乗り続けて下の段へ降りていきます。一番下まで降りたらシーソーの真ん中のブロックからドッスンの上に乗り、隠しブロックを叩いてボム兵を出し、しばらく待つと天井のブロックを壊してくれます。ドッスンが落ちる直前にブラックパックに乗り、2段ジャンプをすると50コインを取ることができます。オンオフスイッチを押すとシーソーが傾くので右上の通路へ入っていきます。大砲の弾の後ろをついていき、オンオフスイッチを押し、シーソーを左下に傾けます。ボム兵が穴に入った後右へ移動すると、ボム兵がパックンを倒してくれるので上へ行けるようになります。オンオフスイッチを押した後シーソーでドッスンを押し上げ、もう一度オンオフスイッチを押してドッスンを倒し、上へ進んでいきます。スーパーキノコを取ってから右へ進み、カロンが向きを変えるのを待ってからシーソーの左端へ乗ります。カロンが音符ブロックで上のシーソーに乗った後、上のシーソーの右端に乗ります。次はカロンが左のシーソーに乗った後、左のシーソーの右端に乗ります。カロンが音符ブロックで上の段に上がったら、カロンを踏み台にして上へ上がります。オンオフスイッチを押してコインを取りながら右上に進み、シーソーが左下に傾いた時に甲羅を右へ蹴ります。スターが出てくるのでシーソーの左端で待ち、スターを取ったら上の土管に入ります。次のエリアに出たら右へダッシュし、無敵の間にシーソーの上のパックンフラワー3体を倒します。シーソーを傾け左へ大ジャンプし、30コインを取った後にゴールします。はい、無事にゴールすることができました。ご視聴ありがとうございました。では。